ビダソア川に浮かぶフェザント島ピレネー条約と類14世の婚姻を描いた絵画フェザント島スペインにおける位置フェザント島フランスにおける位置フェザント島はフランスとスペインの国境を流れるビダソア川下流にある島1659年にこの島で結ばれたピレネー条約によってフランスとスペインの双方の主権の下にある共同統治領になっているフランス語 スペイン語では、キジの島の名で呼ばれる。英語での表現も同様である。面積は6820平方メートルあり、人工護岸が整備されている。フランススペイン国境にあり、この島ではしばしば両国の会合が行われた。1615年、スペインとフランスの王室の間で二組の婚儀が行われた。フランス王類十三世と、スペイン王ジョアナ、スペイン王フェリペ四世と、 フランス王女エディザベートである。二人の王女はこの島で、それぞれ夫の国に引き渡された。1659年には、30年戦争を終結するためのピレネー条約の締結が行われた。これに先立ち、スペイン側のルイスでアーロと、フランス側の最小ジュール・マザランの間で24の会議が行われている。島の中央には、 条約締結を記念した記念碑が建てられている。またこの時、フランス王ルイ14世は、スペイン王女、マリア・テレサが婚約しており、この島で対面を行っている。この二人は後に結婚し、グランド・オファン・ルイが生まれている。1679年、スペイン王カルロス2世は、フランス王族のマリー・ルイーズ・ドルレアンとこの島で結婚している。百二十一年には、 フランス王ルイ15世は婚約者であるスペイン王女マリアナ・ビクトリアとこの島で対面している。マリアナ・ビクトリアはフランスで養育されたが、後に婚約は破棄されている。イルンとアンダイエンが6ヶ月交代で行政を行っている。この島を訪れることは許可されていない。ありがとうございます。